俺はもうあんたから離れられないんだ。田中さん、どうかされましたか？坊ちゃんが、いえ、例の品は手に入ったのですか？ええ、坊ちゃんがご注文なさった品はこちらに。それから、坊ちゃんに処理していただかなくてはならない書類も一緒にお持ちしました。藤崎、やっと来たか。それであれは破損とかしてないか？包装や運搬には細心の注意を払いましたので破損はしていないと思います。よかった。俺の想像通りだ。これほど美しく、何より坊ちゃん自らデザインされた串物ですから、弁護士さんもきっとお喜びになると思いますよ。ああ、気に入ってくれたらいいな。坊ちゃん、これでご安心いただけましたか？別に心配してたわけじゃない。輸送のためにわざわざ専門の人を雇ったんだし、さっきは少し確認したかっただけ。そうでしょうか。坊ちゃんは今日一日中気が気ではないご様子でしたが。吉明さん、ちょっと大げさじゃない？俺はただ何度か聞いただけだよ。いいえ、坊ちゃん、あなたは何度か聞いただけではありませんでしたよ。坊ちゃん、今日はお早いですね。ああ、うん。何か気がかりなことでも？いや、なんでもないよ。急に雨が降ってきたなと思ってさ。天気予報も完璧に当たるわけではありませんからね。しかし、それほど強い雨ではありませんし、時期に止むでしょう。早く止むといいな。交通に影響が出ないように。それにこの雨のせいか、インターネットのつながりも悪いみたいだし。坊ちゃんはオーダーメイドの櫛のこと心配なさっているのですか？あ、いや、ただ昨日の夜から配達員の現在地が変わってなくてさ。
天使からは今日中に櫛が届くって言われてたんだけど。朝の7時前ですので、配達の方はまだ出発していないと思いますよ。藤崎さんもお店に向かわれましたし、櫛が届けばすぐに受け取ってお屋敷に持ち帰ってくれるでしょう。大丈夫です。几帳面な藤崎さんならきっと無事に櫛を運んでくださいますよ。藤崎、やっと。坊ちゃん、私です。吉明さんか。俺は庭の木を見てたんだ。そろそろ剪定しないといけない時期かなって。剪定なら庭師が一昨日したばかりですが。坊ちゃん、先にお食事にいたしましょう。いや、後でいい。まだ腹が減ってないんだ。吉明さん、勘弁してよ。本日は私も坊ちゃんから何度かお電話をいただきました。櫛のことをお聞きになりたかったのですね。わかったわかった。俺が緊張しすぎてたことは認めるから、もうからかうなよ。あれほど緊張なさる坊ちゃんを見るのは初めてのことでした。弁護士さんは坊ちゃんにとってそれはそれは特別なお方なのですね。きなこに告白するのなんて初めてだし、緊張するのも無理はないと思うけど。それに俺が心配してたのにはちゃんと理由があるんだよ。俺のデザインは玉の質や色への要求が非常に高い。この玉は傷一つなくて色も珍しいから、手に入れるのにすごく苦労したんだ。めったにお目にかかれない貴重なものだからこそ、国内一の職人に製作を依頼したのに。もし輸送中にトラブルが起きて櫛に傷がついたりしたら、全てが水の泡になるだろう。藤崎、今日は本当にご苦労だった。滅相もありません。それが私の仕事ですから。あっちゃん、お品物も届いたことですし、これでお食事をお召し上がりいただけますか。え、坊ちゃん、まだお夕食を召し上がっていないのですか。昼に少し食べ過ぎたから、あまり腹が減ってなかったんだよ。夜になれば坊ちゃんのお腹も空くだろうと思いまして、藤崎さんが到着した時に料理人に食事の用意を頼んでおきました。ちょうど出来上がる頃合いですし、少し召し上がりませんか。そういえばちょっとお腹が空いてるような気もするな。
坊ちゃん、告白も大事ですが、お食事も非常に重要なことなのですよ。お腹が満たされてこそ、物事を考える気力が湧いてくるのです。ところで坊ちゃん、場所を整えるために他に何か必要なものはございますか？私の方でご用意いたします。実は彼女にどうやって告白するのかまだ決められてないんだ。先日すでに考えがあるとおっしゃっていませんでしたか？そのはずだったんだけど、少し前に東さんに会って彼の話を聞いてからなんだか決めきれなくてさ。東さん、前に彼女と二人だけで会ったことがあると聞きましたが、どんなお話をされたんですか？彼女が君と一緒にいたいと考えた時にどんな挫折を味わうか、それを正直に伝えただけだ。東さん、俺の気持ちに干渉しないでいただけませんか？俺にとって彼女はとても大切な存在なんです。君のお父さんも私に同じことを言っていたよ。言われなくともこれ以上君の気持ちに口出しするつもりはない。だがケイ君、私は本当に君たちのためを思っているんだ。君たちはまだ若い。そしてその若さゆえにこの先の道のりがどれほど険しいものかを理解していない。一番簡単な例を挙げようか。君たちの関係はいずれマスコミに嗅ぎつけられ、彼女はこれからスポットライトを浴びて生きていかなければならなくなる。それだけでなく、彼女の幼少期からの経歴は世間にさらけ出され、少しでもあらがあれば際限なく取り上げられることになる。彼女はとても優秀な女の子です。なら私の妻は？彼女は優秀ではないのか？地獄とは他人のことだ。他人の視線や非難は我々の意思を少しずつすり減らしていく。子供の頃から外界の騒音に囲まれている君でさえ未だに受け流すことができない。ましてや彼女はそんなショックを経験したことすらないんだ。東さん、あなたが俺のためを思っていることは分かっていますし、あなたの言うような事態が起こりうることも認めます。しかし俺には彼女を外界の悪意から守る自信と方法があります。それに彼女の信念と勇気を甘く見ないでください。彼女はそんな困難にくじけるような人ではありません。ご心配には及びません。俺たちは決してあなたと同じ鉄は踏みませんから。自信があるのはいいことだが、果たして彼女は本当に君と同じように考えているのかな？考えすぎかもしれないけど、なんとなく彼女は俺と距離を置いているような気がする。だからどうすれば告白の成功率を高められるか考えてるんだ。ドラマに出てくるような告白のシーンを真似てみるのはいかがでしょうか？例えばバラや風船を車のトランクいっぱいに積んでテミス法律事務所まで弁護士さんを迎えに行くとか、あるいは坊ちゃんと弁護士さんの短編動画をショッピングモールの LED スクリーンで流すよう私が事前に手配しておきますので、坊ちゃんは弁護士さんをショッピングモールにお連れしてそのスクリーンの下で告白するとか。グループ参加のショッピングモールは少なくありませんし、
いつでもご利用いただけますよ。ドラマではよくそういった演出がありまして、女性は皆さんお好きなようでしたので。藤崎さんが見たのは何のドラマですか？私もタイトルは分かりません。家族が見ていたものなんです。藤崎さんにも不得手なことがあるようですね。いや、マスコミの注目を集めるような告白をするわけにはいかない。そんなことをすれば世間は彼女のことを財産目当てだなんだと叩くに決まってる。俺は彼女が非難されるような状況は作りたくない。坊ちゃん、告白とはあくまで気持ちを伝える手段。無理に形式ばったことをする必要はありません。言いたいことをお相手に伝えるだけで良いのです。おかめ八目というでしょう。私から見れば弁護士さんは東さんの言葉を気にして坊ちゃんを遠ざけるような方ではありません。坊ちゃんの思いやご懸念についてお伝えすれば、弁護士さんはきっとあなたのお気持ちを理解してくださりますよ。吉明さん、ありがとう。俺もう少し考えてみるよ。旦那様、田中でございます。彼女に一番いいものをあげたい一心でかえって自分の考えを縛っていたなんてな。一体どうしたら俺の思いを彼女に伝えられるんだろう。やば、気の抜けた顔してたかも。人がいなくてよかった。もしもし、父さん？田中から連絡があった。お前は今、男女の問題で悩んでいるのか？まあ。詳しいことは田中から聞いている。相手が家柄の差を気にして身を引いてしまうことを心配しているんだな。彼女は困難にぶつかったからって簡単に引き下がるような人じゃない。それは俺も分かってるんだけど、ただ彼女が俺のためにそういうリスクを負ってくれるかどうかは分からない。彼女には俺が本気だってことを知ってもらいたいんだ。どんな困難があっても俺が一緒に乗り越えていくって。どうやら田中は表面的なことに気を取られて、うちの K が本当に心配していることを理解していなかったようだな。結局お前は相手が自分のことをそれほど好きではないんじゃないかと心配しているわけだ。
そうだよ。だから俺は特別な告白を計画して、少しでも成功率を上げたいんだ。特別な告白を計画するのは難しいことではない。大切なのは、特別な告白そのものではなく、思いの伝え方にあるんだ。恋愛の経験は人それぞれ。だからこそ、気持ちを伝えるときに個性が出る。田中も言っていたと思うが、告白はあくまで手段に過ぎない。だからまずは、お前にとって一番特別でかけがえのないものが何なのか、それを考えてみたらどうだ。一番特別でかけがえのないもの。ああ、それを切り口にしてじっくり考えてみなさい。わかった。ありがとう、父さん。全く見当がつかない。俺にとってかけがえのないもの。父さんはよく、母さんは父さんにとってかけがえのない存在だって言ってた。それはきっと、最高に幸せな歳月を一緒に過ごしたからだ。子供の頃はわからなかったけど、今になってようやく理解できたよ。全部俺の大切な宝物だ。今度こそ心の中の思いを全て伝えてやる。藤崎さん、こんなに早く坊ちゃんに資料を届けに来たのですか？はい、坊ちゃんの準備がいつ終わるか分かりませんので。また随分とお早いようですが。もうすぐ準備が終わりそうなんだ。おや、それは何よりでございます。それでご進捗のほどは？あと少しってところかな。残すは家の庭の飾り付けだけだ。坊ちゃん、ご自宅で弁護士さんに告白されるおつもりですか？ああ、いろいろ考えたんだけど、やっぱり一番直接的かつ純粋な方法で行こうと思って。吉明さん、それに藤崎も、悪いけど場所の準備をするのに力を貸してほしい。かしこまりました。何なりとお申し付けください。
急にごめんね。実は家で小さな個展を開くつもりなんだけど、お姉さん興味ない？そう、小さな画展。展示される作品は全部俺が描いたものなんだ。あ、来たくない。もしかして俺の絵なんてもう見飽きちゃった？あんたならそう言ってくれると思ってたよ。じゃあ約束、来週の土曜日の朝藤崎に迎えに行かせるから。やっと来てくれた。ずっと待ってたんだよ。そう、あんたが一番乗り。今日の服かわいいね。
何恥ずかしがってるの？俺はあんたを褒めてるんだよ。それじゃ俺についてきて。絵は庭の奥にあるんだ。着いたよ。ここにある絵はどれも俺の愛に対する理解を表現しているんだ。子供の頃、俺は愛っていうのが何なのか理解できなかった。父さんと兄さんのおかげで大人になるにつれて家族愛は理解できるようになったけど、他人に対する恋っていう気持ちは俺の人生には存在しなかった。俺の両親は仲が良くてお互いを自分にとって唯一だと思ってる。でも俺は母さんに会ったこともないし、彼女と父さんの付き合い方なんて知らない。恋と家族愛に一体どんな違いがあるのか、俺にはわからない。俺の世界はずっと単調だったんだ。だから、この絵には風景の断片があっても、色がつくことはないんだ。それから兄さんが恋に落ちた。あの頃の兄さんはまるで人が変わったみたいだったよ。相当なプレッシャーの中にいたはずなのに、兄さんは姉さんを前にするといつも幸せそうだった。恋ってこういうものなのか、そんな魔力があるのかって思ったことを今でもよく覚えてる。そんな兄さんたちの中に俺は色とりどりの蝶を見つけたんだ。少しだけ兄さんが羨ましくてさ、それから俺もその貴重な感情を知りたい、手に入れたいって思うようになったんだよ。もちろんその時はなかったよ。でも俺は一人の女の子に出会った。俺の願いはついに叶ったんだ。
そう、その女の子が俺の世界に色と生気を与えてくれた。俺たちの出会いは偶然の事故だった。その時の彼女の怒った顔は今でも鮮明に思い出せるよ。彼女に出会ってから俺の心に恋が芽生えて、少しずつ育っていって、気づいた時には空に届きそうなくらいの大きさに成長してたんだ。俺は泉ケイ、泉家の次男で、生まれながらにして逃れられない責任と義務を負ってる。だから俺は人前でいろいろな仮面をかぶって、自分であって自分でない誰かを演じなくちゃいけない。でも彼女の前では、地位や立場、責任や義務みたいなつまらないことを考えずにいられる。ただの泉ケイでいられるんだ。素朴で純粋な、ただの泉ケイのままで。彼女が俺の桃源郷なんだよ。この画展のテーマは、かけがえのない唯一。これは、あんたのためだけに開いた個展なんだ。俺がどうしてこれらの瞬間を描いたか、わかる？俺たちにとって一番特別で、かけがえのないものは何だろうってずっと考えてたんだけど、いろいろ考えて、ようやく時間こそが、俺たちの宝物なんだって気づいたんだ。あんたと一緒に過ごした時間は、これまでの俺の人生の中で最高の瞬間だったよ。あんたは俺の夢を守って、世論の危機を乗り越えて、本当の黒幕を見つけ出してくれて、一緒にバラエティ番組の収録に参加したり、オーロラを見たり、洞窟や熱帯雨林を探検したりもした。俺はもうあんたから離れられないんだ。あんたに贈りたいものがあるんだ。うん、この櫛は俺がデザインして、自分で選んだ玉で作ったものなんだ。どう？気に入ってくれた？それだけじゃない。
絡まった髪をすくために使われてきた櫛には心を解きほぐすっていう意味もあるんだって。この櫛は俺なんだ。あんたの髪を溶かすことも乱れた心をほどくこともできる。東さんに聞いたから、彼があんたに何を言ったのかは知ってる。東さんは、俺は泉家の家柄に見合う女の子と結婚すべきだと思ってるんだ。そうすれば俺の助けになるし、将来の心配をしなくて済むから。それにあんたと一緒にいたら、俺だけじゃなくて、あんたも辛い思いをするってね。でも、俺はそうは思わない。ビジネスなんて自分の力でなんとかできるし、俺からしたら助けなんて重要じゃない。やっと一人の女の子が俺に恋とは何かを教えてくれたんだ。彼女のためなら俺はどんな困難にも立ち向かうことができる。聞こえる？あんたがかけがえのない存在だって必死に訴えてるんだよ。俺をこんな気持ちにさせたのはあんただけ。今までも、そしてこれからも、それは変わらない。あんたが好き。あんたがどう思ってるのか知りたい。目をそらさないで。あんたは俺のこと好き？本当に？
ずっとあんたとしたかったことがあるんだけど。してるのは俺だけじゃないみたいだな。からかってなんかないよ。甘い。満足した？それじゃ、正式に聞いておこうかな。お姉さん、俺の彼女になってくれますか？家中が俺たちの思い出でいっぱいになるまで、この合点を一緒に続けてくれる？これにはあんたへの俺の思いが込められてるんだ。この玉は俺が特別に選んだものなんだ。ほら、傷がなくて色も特徴的でしょ。串として使ってもいいし、アクセサリーとして身につけることもできるよ。絡まった髪をすくために使われてきた串には、心を解きほぐすっていう意味もあるんだって。だからこの串は
あんたの髪を溶かすことも、乱れた心をほぐすこともできるんだよ。この柄は俺がデザインしたんだ。白は最も純粋無垢な色で、白いバラの花も純粋な愛を表してる。あんたは俺に恋を教えてくれた最初で最後の女の子だから気に入ってもらえたらいいな。